こんにちは、宮沢優です。YouTube で学級経営に関する動画を1日1本配信しております。また、研究所メンバーシップでは学級経営に関するプレミアムな動画を毎月10本ほどお届け、さらにオンラインセミナーやコーチングなんかもさせていただいております。よければ覗いてみてください。さあ、今日のテーマなんですけれども、もうめちゃめちゃ有益でございます。3月仕上げの学級経営7選でね、7つも紹介していきたいと思います。この1年間ね、皆さん本当にお疲れ様でした。終わりよければね、全てよしなんてそんなことわざもありますけれども、この3月でこけないことは非常に大事ですね。いい形で終わっていきましょう。いい形で終わっていくために7つ気をつければバッチリですよってものがあるんで、この7つね、漏れなく紹介させていただきたいと思っております。よければ最後までご視聴ください。さあ、本題の方行きたいと思いますけれどもね、その前に一つお知らせお願いします。3月3つオンラインセミナードドドとさせていただきます。まずトップバッターがね、学生さん向けのセミナーということで、4月から教壇に立つあなたへ伝えたいこと、なんと現役の小中学校の先生が4名、来られてですね、もう熱く熱く語っていただきます。もちろん宮沢も語ります。2つ目がコーチング講座っていうね、コーチングの基本の木、できる先生ね、いい楽器毎年作る先生ってコーチングの力高いんです。だからそのコーチングの力ぜひ自分のものにしちゃいましょうってね、そんな、セミナーでございます。そして最後、学級開き大全2022っていうことで、こちらメインディッシュでございます。来年度は今年度よりもいい学級を作りたいんだ、もっと成果上げていきたいんだっていう向上心ある先生ってたくさんいると思うんですよね。じゃあ、その学級開きをしていく上で何が大切なのか、そして絶対やっちゃいけないことは何なのかっていうのをはっきりさせて、網羅的に紹介させていただきたいと思っておりますので、ぜひね、こちらね、覗いていただけたら嬉しいです。ちなみに2月中にご購入いただければ全部 10% 引きです。結構3月のこの日のね、直前になって駆け込んでご購入いただく方多いんですけども、もったいない。皆さんのお財布のダメージを最小限にしたいので、よければね、今日明日中、多分今日2月27日配信なのかな、今日明日中にね、ご購入いただけたら、皆さんにとって、優しいことになるんじゃないかなっていうのを思いますので、ぜひともよろしくお願いします。さあ、本題の方行きたいと思いますけれどもね、改めまして3月仕上げの学級経営7選ということでね、ちょっと全体見てみましょう。まず1つ目。〇〇漏れは部分ダメですよ。なんでしょうね。2つ目、〇〇の返却まで行いましょう。3つ目、〇〇は子供の手を借りてやっちゃいましょうね。その方が楽ですよって話。4つ目、〇〇は少しずつさせていきましょうね。これ非常に大事ですよ。5つ目、〇〇にお礼をしましょう。これ忘れがち。若手の先生の時に僕ね、忘れてました。6つ目、〇〇の解放をしていきましょうね。来年度の子供たちのことを見据えたら絶対これやんなきゃいけないですよ。最後7つ目、〇〇は絶対にさせないでください。3月絶対にさせてはいけませんって、そんなお話やっていきたいと思います。数が多いんでテンポよくいきたいと思うんですけれども、学級経営とは言ったものね、前半が割と外側の話、外面というか、ハード面の話って感じかな。内側に行くにつれてちょっと学級経営っぽいというか、ソフト面の話というか、内的なものの話になってくるかなっていうふうに思います。それではね、数多いんでテンポよくね、やっていきたいと思いますよ。まず1つ目、〇〇漏れは罰。これはですね、履修漏れですね。皆さんのお仕事っていうのは、学習指導要領に書かれている内容をきちんと子供たちに身につけさせることなんですね。これが皆さんお仕事なわけです。ところが履修漏れっていうのは、その学習指導要領に書かれていることを教えなかったっていうことになってしまうので、もうこれ一番問題ですね。いい学級作れたとか、いい学級作れなかったこと、いい学級作れなかったとか、そんなことよりも、そんなことって言っちゃいけないけれども、とにかく履修漏れというのは一番良くないんですね。なので皆さんが今担当している教科ね、あると思いますけれども、その担当教科で、あとこの授業が3月末までに終わるためには何コマ必要なんだろうっていうのをちょっと一回ノートとかに書いて整理してみましょう。そうすると、あ、5コマ必要なのでとか10コマ必要なので、10コマってやばいですよ。この時期にあと10コマ残ってるって相当やばいと思いますけれども、それをちょっとはっきりさせていきましょう。きちんと自分自身で整理していきましょうってことですね。で、2つ目、〇〇の返却まで。これは何かっていうと、テストの返却っていうことですね。授業が全部終わって満足しちゃう先生いるんだけれども、授業の後にテストを行うじゃないですか。中学校だったらね、中間とか期末とかさ、ドーンってあるテストがあるかもしれないけど、小学校だったら教科ごとにポロポロ単元ごとにあるんだよね。中学校で言ってもミニテストとかあるかもしれないから、授業が終わって満足じゃなくて、終わった後テストもあるんだよね。で、特に小学校の場合、業者からもらったテストでさ、学期末のテストとかね、入ってる場合があったりするんだよね。そういうのきちんとちゃんと終わらせる。テストまで終わらせて、さらに丸付けして成績処理して、返却までさせなきゃダメ。なんかたまにありません？ヤフーニュースとかで、テストを返却せずに、燃やしましたみたいな、そんなニュースあってね、笑い事じゃないよね、これ本当にね。皆さんヤフーニュースに乗りたくない方は、ぜひね、テストの返却まで行うには一体どういう段取りでやっていかなきゃいけないのかっていうのを一回整理しましょう。残りのテストの種類の数も数えておきましょうね。何月何日にこのテストやってとかっていう、はっきりさせましょう。一回この3月入る直前で、はっきりさせましょう。させておきましょう。だいぶ心ね、すっきりしてくると思いますよ。そして3つ目、〇〇は子供の手を借りて、これはね、実は夏休み前にもね、言ったかもしれないんだけれども、これね、教室の片付け、教室の明け渡し準備は子供の手を借りてっていうことですね。まずね、教室をきれいにしなきゃいけないじゃないですか。で、ざっくり分けるんですよ。これ整理整頓のコツなんだけれども、いっぱいあるものの中で、まず処分するものと処分しないものを分ける。これ非常にね、大事なことですね。で、処分するものはもうとっととどんどん処分していきましょう。いらないプリントの束とかさ、なんかいっぱい残ってるじゃないですか。もう早急にゴミ袋にどんどんね、この3月1日からどんどん処分していきましょう。で、問題なのは処分しないものなんだよね。処分しないものは皆さん3つに分かれます。1つ目がですね、学校に返却するもの。ラジカセとかさ、なんか体温計とかあるでしょ。学校に返却するものってのがある。2つ目が子供に返却するもの。作品とかね。もう1個あるんですよ。これ何かっていうと、持ち上がるもの。学校にも返さないし、子供に返さないんだけども、学校が管理してて、次の学年学級に持ち上がっていくっていう、この3つに大別されるんだよね。で、この3つの中で子供に返却するものっていうのは、もう例えば掲示物とかいっぱいあると思うんで、こんなの担任の先生が1人でやってたら大変なんで、子供たちがいるうちに掃除中の時間とかね、で、教室掃除とかトイレ掃除、ちょっといつも1人余ってて暇そうだよね、ちょっとおいでって言って、先生が高いところ取っていくのを下でキャッチする子供がいるだけで、だいぶ楽になるんでね、これを3月1日から毎日ちょっとずつやっていくと、クラスがね、日に日に綺麗になっていって、すごくスッキリしていって、ね、準備もね、スムーズに終わっていくんで、子供がいる間にこの教室明け渡し準備を子供の手を借りてやっちゃうといいですよ。これめちゃめちゃおすすめなんでね、トライしてみてください。はい、4つ目ですね。〇〇は少しずつ。これはね、3番とちょっと関連があるんだけれども、荷物の返却は少しずつ行いましょうということです。教室が少しずつ片付いてきたら、担任の先生見えてくるんでね、もうこれは子供に返却していいなとかね、これは学校で管理だなとかっていうのは見えてくるんで、ちゃんと子供にも返却するべきものが整ってきたら、3月も始まったらちょっとずつね、1日1個ずつぐらいね、持ち帰らせていきましょうね。もちろん使うものはね、置いといたらいいし、一番気をつけなきゃいけないのは座布団ね。椅子に座布団を引かせてる学校とかってあると思うんだけども、最近の座布団で防災頭巾になるよね、こうかぶって防災に使うような座布団とかあるんでね、防災に使う座布団とかっていうのは最後の最後まで持っとかなきゃいけない。だって、最後の最後に大地震来るかもしれないよね。その時に何かあったら大変じゃないですかっていう具合で、後ろで持って帰らせなきゃいけないものはもちろんあるんだけれども、そうじゃないものはね、ちょっとずつ持って帰らせていきましょう。間違っても3月末にこんな大荷物でね、持って帰らせて子どもたちが転んじゃって大怪我したなんていうのは、これは子どものせいじゃなくて担任の責任だというふうにね、思ったらいいと思います。学級経営で一番大事なのは安全ですよ。安全管理をするために子どもたちの荷物返却は少しずつ行っていきましょう。もうどんどんやっていきましょうね。そして5つ目、〇〇にお礼を。これ大事。僕こんなことね、若手の先生の時に、ね、やってなかったんだけども、ある先輩の先生がやってるのを目の当たりにしてですね、ああ俺はなんてこう気が回らない教師だったんだっていうところに気づいてたことがあるんですね。これ何かっていうと、専科の先生にお礼をっていうことですね。クラスの子どもたちがいろんな教科でいろんな先生に教わってきました。その先生にお礼を言わないままその1年間終わってはいけません。専科の先生の授業の最終授業が一体何月何日、まあ3月なんだけども、3月の何日にあるのかっていうのを担任の先生はちょっと予定表を見てピックアップしてしっかりメモしておきましょうね。で、その時にちゃんと子供たちが子供たちでお礼を言えるような形を作っていきましょう。具体的にはさっき言ったいつ言うのか、そして誰がやるのか、そして何をやるのか。例えば日直がありがとうございました。この1年間ありがとうございましたっていつもとは違う言葉でお礼をするのか、ちょっと時間があったんでみんなで色紙に寄せ書きを書いてこう渡しましたとか、何かしらちょっと味付けをしていきたいんだったらそれはそれでいいんだけれども、とにかくいつやんの、誰が中心となってやんの、そして何やんの、この3つがはっきりしてないといけませんからね。まだ全然間に合うと思います。3月まだなってないんでね。このお世話になった先生にお礼を言うっていうのは非常に大事ですからね。これ子供たち結構気づきませんし、若手の先生僕は気づいてなかった、そんなことね。だからぜひぜひ皆さんね、ちょっとこれもトライしてみてください。さあ終盤に近づいてきました。6つ目、〇〇の解放なんだけれども、これ大事。これもね、僕は駆け出し教師の頃はね、何とも思ってなかったんだけども、これはね、特殊なルールからの解放っていうことですね。皆さんのクラスの中でしか通用しないようなルール、他の学年、他の学級ではやってないんだけども、皆さんのクラスだけにある特殊なルールっていうのがあると思うんだよね。例えば座席がもうなんか変わった形の配置をしてるとか、なんか朝の会に変わったことやってるとか、いろんなことあると思うんだけれども、で子供たちも結構もうそれ馴染んで気に入って大好きでやってると思うんだけれども、それ翌年度のこと考えてください。クラス替えがあったり担任の先生が変わった時にそれがなくなるわけですよね。でなくなっていったらやっぱり子供たちは寂しさを感じて、こういうふうに言うわけですよ。前のクラスが良かった。前の担任の先生が良かった。それね、確かに前の他人の自分からしたらちょっと嬉しいっていう気持ち正直あるんだけれども、じゃあ逆が逆に自分が新担任になったとしてそういうことを言われたらやっぱり悲しいじゃないですか、辛いじゃないですか。それに子どもたちの成長を見守っていく立場としてはやっぱり前の学年が嬉しい前の学年が良かったって言われることはそれ自体は嬉しいけど、悲しいよね、それってね、やっぱりね、悲しいっていうふうに思いたいよね。大事な子どもたちが翌年度新しい学級で馴染むことができずにいつまでも過去を振り返っているっていうことはやっぱり悲しいことでもあるんだよね。でその時にその学級でしか通用しないような特殊なルールっていうのはやっぱりね、中立的にフラットにならしていくべきなんだと思います。実際僕もそうやってやっていましたね。ちょっと座席配置なんか特徴ある形にしていたんだけれども、3月に入って一番最初の4月のただまっすぐにね、格子型みたいにこう並んでるような座席配置に変えていったりとか、あるいは帰りの会でちょっとこういうような取り組みをしていたっていうところもあったんだけれども、最後はなくしていって本当にこうノーマルな状態に学級を戻していく。全部が全部やる必要はないんだけれども、本当に特徴的すぎてこれがないと子どもたち嫌なんだっていうふうに思ってれば思ってるほど割とこうフラットにならしていってあげるってことがね、大事じゃないかな。僕はそういうふうにやっていました。次年度への引き継ぎっていう意味も込めてねやっていました。最後7つ目なんですけれども、〇〇させない。これはもう非常にシンプル、分かりやすいですよ。喧嘩させないということですね。ピークエンドの法則という心理学の言葉があるんですね。人はその物事に対する印象はその物事のピークとそして最後の印象が非常に強いんだと。一番最後の最後で子どもたちがこう嫌な思いするのってやっぱりこう人間関係の悩み、つまり喧嘩なんですよね。喧嘩をさせないというのが非常に大事です。喧嘩して仲直りしてくれりゃいいんだけれども、そのフォローが3月になったらできない、やりきれない場合があるんだよね。特に皆さん学級の中でお別れ会とかなんかお楽しみ会とか最後の最後したりねする学級もあると思いますけれども、その時の喧嘩とか最悪ね、もうその喧嘩した気持ち引きずって翌日のなんか終業式とか卒業式に迎えさせたら本当に台無しになっちゃうんで、喧嘩させないっていうことですね。これは具体的にどういうふうに喧嘩させないかっていうと、喧嘩しそうになった時あったら今までの学級経営的には子どもたちに任せて自分たちで解決するような感じでちょっとこう引いて見守ってた部分あると思うんだけれども、もうこの時期ばかりはもう先生積極的に介入していって、大丈夫何かあったっていう形でサポートの度合いを割合をちょっと多めにしていってあげるといいかなっていうふうに思います。喧嘩するんだけれどもできるだけその量をね減らしていきましょうってね、そんな話でございました。いかがだったでしょうか。今日は超有益3月仕上げの学級計7選っていうねお話をさせていただきましたけれども、最後の最後まで、ここまで見てくださった皆さんに向けてですね、とっても大事なこと、8つ目っていうかすごく大事な考え方をお話しさせていただきたいと思います。それはですね、残りの3月終業式までの約10日間くらいだと思いますけれども、マイナス3日間で考えろということですね。この後何が起こるか分かりません。先生が風邪をひいちゃって休むかもしれない、もしかしたら新型コロナウイルスの影響で学級閉鎖になってしまうかもしれない、学校自体が休校になってしまうかもしれない。その時にミリ臭が起きる。そんなこと絶対あってはいけませんね。なので、10日間あるんだったら10日間フルで学習活動が行えるっていうふうには思わないということですね。マイナス3日間ぐらいで考えて、マイナス3日間になったとしてもこれら全てが行うことができるっていうことを、それぐらいの準備を整えてね、やっていきましょう。見通し持ってやっていきましょう。そうすればきっと素晴らしい形でこの1年の仕上げの3学期というか3月になっていくと思います。皆さんの学級が最後といい形で終わっていくことを僕は心より、この長野県の標高 1400m の八ヶ岳から願っておりますんでね、頑張ってくださいね。応援しています。もしね、今日の動画が、面白かったよ、役に立ったよっていうふうに思っていただけたら、ぜひいいねとかコメントいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。また、チャンネル登録がまだお済みでない方、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ぜひ覗いてみてください。バイバーイ。